女の子たちが直面している性搾取の現状、公的支援、性搾取の現状、いくつかの政党が、これいつのやつ？最近のやつだな。いくつかの政党が議会で質問しようとしたら、事前に行政からコラボは共産党案件ですがいいのか。これ前もなんか言ってたよね、同じようなこと。共産党に対してと同じ回答はできないので違う角度から質問して、これの意味がどういうことかよく分からへんけど、誰か分かりやすく訳してくれ。なんかこれ前も同じ文章読んだ気がするんだけど、なんかどういうことを言うてんのか意味が分からへん。ちょっと考えんか今。行政から例えば誰かのどっかの、まあ、自民党やとしよう、仮に自民党の都議会議員が女の子の性搾取の現状とか公的支援の機能不全について質問しようとしたんら、例えば自民党の議員 A が、女の若い女性の性的搾取の現状とか公的支援の機能不全はどうなってるんですかって質問しようとしたら、質問するときでまず何を質問するか出すってことやわな、多分な。出すから、それを見た行政がコラボは共産党案件ですがいいのか、共産党に対しこれに関え、コラボは共産党と関わってますけどそんな質問していいんですかという意味、行政がそれを言うの、共産党絡んでますよあそこは、そこつついていいんですかっていう意味としか取れへんよね。って行政が言ったっていう話かな。っていうふうにしか取れへんよね、これは。共産党に対し、これは意味が分からへん、まず。こっちはまだ意味分かんないけどさ。共産党に対してと同じ回答はできないので。だから、共産党党がそういうことを、その性搾取の現状とか公的支援の機能不全について質問した場合と自民党の議員が質問した場合は違う答え、同じ回答はできないから、別の角度からすると、なんか意味がわからへんよね。共産党議員に対してと自民党議員に対してと同じ回答はできませんよ。なんのこっちゃ、もうなんか分かりやすく書いてくれへん、もう分からへんわ、ちょっとこの文だけを読み取ってもなんか前後が全然分からへんから、なんのこっちゃ分からへんな、分かるみんな、俺ちょ全然分からへん、なんか分かりやすく書いてくれへん、という割れたという話を耳にしたのは一度や二度ではない、なんか分からへんな。そういう共産党以外の議員さんが、例えば自民党の議員やとしてコラボは関心を寄せる議員なら、政党関係なくお付き合いしている、たまたま積極的なのが共産党の議員が多かっただけ。それにしても この文の意味が全く理解できない、なんのこっちゃ、え、もう全然わからへんわ。ごめん、全然わからへんわ。みんなもわからへん。俺だけやないよね、これわからへんの、これの意味が。俺が、読解力ないんちゃうよね、これね。ああ、なんせ、これの一連は、池内沙織と付き合いがあることの言い訳をしてんのか。わからへんよね、その。なんのこっちゃわからへんわ。もう好意的に読み取ろうと思っても分からへんわ、何言ってんのか。池内沙織さん、あ、これ去年のあれか、ああ去年の分、ちょっと年まで見てなかった、今年の分、最近の分かなと思った、去年は、でも去年でも関係ないわな、私は、ああ、だから、あ、そういうこと、池内沙織と付き合いがあんのはたまたまなんやでっていうことが言いたいだけの話やねんな。やっと分かったわ、この言いたいことが。別にその共産党とか自民党とか関係なく
やってるん、付き合ってるんですよって、たまたま池内沙織さんが共産党だっただけですよっていうことを言ってるだけで、比例は日本共産党でどういうこと結局共産党に入れろっていうことやないか、比例区はよ。なんだそりゃなんだそれ。え、でも結局共産党をすんやろ。だから共産党、比例は共産党って言うための言い訳をこんだけしてるわけやな、この分かりにくい文章で。そう言ったらいいやな、その、いや別に党とか関係なく池内沙織さんと付き合いがあるだけですよって言ったらいいだけの話やんな。こんなもん今の一言二言三言ぐらいで終わったよね、今のっていうだけの話やんな。何のこっちゃ全然わからへんで、この上の方言い訳グダグダするにしても、まず頭にそれを書いてくれやって話よ、もう